証券コード89751号オフィスリート投資法人、今日はこちらの紹介をします。まずは年間チャート、こちらです。証券コード89751号オフィスリート投資法人は中規模オフィスの不動産投資信託を運用している会社です。1号株式会社で培った不動産運用の技術やネットワークを生かし、投資先の価値向上と魅力的な投資商品を作ることを目的としています。中規模オフィスに絞って投資をしているのは、大規模オフィスに比べて流動性が高く、資金の流れも安定していることを理由に挙げています。株主優待は一口からもらえる J リーグの観戦チケット、抽選式になりますが J1、J2、J3 の全試合が対象となっています。僕ね、前回ねこれ申し込むって言ってね忘れちゃったんですよ。もう今回はね必ずやります。もうこの後すぐですね、もうつい忘れちゃうんですね、というか捨てちゃったりとか。これなんでそうなったかっていうとね、株主のねこなんか ID パスワードみたいなの、株主番号かななんかが必要なんです。それね僕捨てちゃって、サイトにアクセスしてね申し込む直前まで行ったんですけど、それがなかったがために申し込めなかったんですよね。今日はねもう捨てずにそのまますぐやっちゃいます。権利確定日は4月と10月、年2回です。こちらの株価チャートご覧になって分かる通り、もうね、6万円台、7万円台では買えないですね。つい半年ほど前の話なんですけどね、もう一気に急上昇。コロナショックから完全に回復しきってますね。ここからちょっと投資が難しくなりますね。どこで買うか、なるべく高値で捕まされないようにしたいと思います。では早速こちら、開けてみます。封筒が大きいからな。中にはもう何も入ってません。中には 1,2,3 3つの書類が入ってました。まずはこちら、じゃーん、分配金計算書です。所有株数は一口当たりの分配金2132円、高配当ですね。所得税住民税が引かれ、僕が受け取る金額はこちらの1700円です。そしていつも通りこちらの投資主分配金領収書、これを持って郵便局に行き、この1700円頂戴します。最後こちらですね、これ見るのいつも楽しみなんですよ。不動産のね収益構造とかものすごく興味あって面白いですよね。都内でね見たことがあるビルも結構いっぱい載っていて、これイチゴなんだって改めてねこう驚くとともに、まあ、見方変わりますね。なんかちょっとビルを応援したくなるというか。17ページなんですけども、こちらにですね資産運用報告が載っていまして、営業利益、経常利益、当期純利益が載っています。若干ですね第30期、まあ、前期に比べて微減となっていますが、まあでも堅調ですね。コロナ禍においても十分な結果を出してるんじゃないかと思ってます。そしてこちら8ページなんですが、資産規模、分配金の成長推移が分かりやすく棒グラフ、折れ線グラフで載っています。この上の灰色の折れ線、こちらが分配金の推移になります。非常に素晴らしい推移ですね。これからもお世話になりたい銘柄です。以上、今日も超ハッピーなカズでした。 See you!